坂本博之は日本の元プロボクサー。福岡県田川市出身。太い骨格から放たれるパワーのあるパンチで平成のコキング、和製、デュランとも呼ばれた。日本並びに東洋太平洋ライト級王座を獲得し、世界ランキングは最高で WBC ライト級1位。幼少時に両親が離婚し、親類に預けられた。生活は極貧だったといい。 トイレを使わせてもらえない等の虐待も受けたという。食事は学校の給食のみで、休みの日は弟と一緒にザリガニを捕まえ食したこともある。と、坂本は後に語っている。その後、弟が栄養失調で倒れたことをきっかけに虐待が発覚。坂本は弟と共に福岡市東区の養護施設、和白ロ製園に預けられた。 児童養護施設に入ってからしばらくしたある日、テレビでボクシングの試合を見たことがきっかけで、プロボクサーを志すようになる。クラシック音楽が好きで、現役時代は自身の入場曲にもクラシック音楽を使っていた。主な入場曲は、ドボルザークの公共曲第9番補担長、新世界より第四楽章。畑山隆則が今まで戦った相手で、 坂本博之のパンチが一番強烈だったと告白している。小松原高等学校卒業と同時に上京、名白楽、勝又幸雄にその才能を認められ、勝又事務認可後同事務所属となる。オペ部府王座獲得まで同事務で活躍し、その後、角藝宝石事務に移籍した。1991年12月14日、プロデビュー戦で初回小勝ち。 1992年12月18日に、東日本ライト級新人王、翌1993年2月20日には、全日本同級新人王に輝き、全日本新人王決定戦 MVP にも輝いた。同年12月13日、12戦全勝の戦績を、引っ下げ、日本王座初挑戦。日本ライト級王者、リック吉村に挑み、9回 TKO 勝ちを収め、 王座獲得に成功。翌1九9四年二月五日には、初防衛を果たす。同年八月六日、一階球場の日本、ジュニアウェルター級王者、桑田博士とノンタイトル戦を戦い、十回 TKO、勝ち。この試合後、日本ライト級王座を返上。1九9五年五月六日、元 WBA 世界、ジュニアウェルター級王者ファンマルチンコッチと、 ノンタイトル戦を戦うも、10回判定負け。プロ初黒星を喫した。1996年3月3日、オペブフ東洋太平洋ライト級王座決定戦に、出場し、ロジャーボリロスを11回 TKO に下し、王座獲得に成功。その後、二度の防衛に成功後、王座を返上する。1997年7月26日、29戦目で、 世界初挑戦。WBC 世界ライト級王者スティーブ・ジョンストンに挑んだが、12回判定で敗れ王座獲得ならず。1998年8月23日、世界再挑戦。6月に、ジョンストンを破り WBC 世界ライト級王座を獲得したセサール・バサンに挑むが、またしても12回判定負けで王座獲得ならず。二千年三月十二日、 三度目の世界挑戦。WBA 世界ライト級王者ヒルベルト星ラのに挑む。初回、王者から二度のダウンを奪うも、二回に王者の左アッパーを受け右目を負傷。迎えた五回、傷がさらに深くなったところで四度目のドクターチェックが入り、ここで試合ストップ。TKO 負けとなり、またしても王座獲得ならず。同年十月十一日。 4度目の世界王座挑戦。6月にセラノを下して WBA 世界ライト級王座を獲得。日本人4人目の世界2階級制覇を達成した畑山隆則に挑む。初回から一進一退の激しい攻防戦を繰り広げるが、迎えた10回王者の連打を浴びたところでダウン。セコンドからタオルが投入され、4度目の挑戦も失敗に終わった。なお、 この試合は後に、同年の年間最高試合に選ばれた。2001年は1試合も行わず。2002年10月5日、東洋太平洋2階級制覇を目指し、オペブフ東洋太平洋スーパーライト級王者、佐竹正っさかずに挑戦するも、最終12回小負けを喫し、大座獲得ならず。その後、首、腰痛の治療を行うために長期間の休養に入る。 2005年5月12日、佐竹戦、以来2年7ヶ月ぶりの復帰戦を行うも、5回 TK を負け。その後は2006年に2試合を行い、いずれも小勝ち。持病の腰痛と年齢的な衰えを感じる中、もう一度日本チャンピオンになったら、引退しようと決意。しかし、復帰後日のスパーリングの後、若手相手に体力負けしているのを感じた。 もう自分には、畑山戦の時のような常に前に出るボクシングは、できないし、日本タイトルに挑戦するだけの練習をする体力も、残っていない。と会長に告げ、引退を決意した。2007年1月6日、プロボクサーとして、最後となる、タイライト級1位、カローンスクシットジャープライトの試合に臨む。結果は7回終了負傷判定で引き分け。 同年7月28日、生まれ故郷、福岡の福岡国際ホールにて、引退式が行われた。その後、11月17日には、高楽園ホールで、引退記念興行が行われた。2010年8月8日、東京都荒川区に SRS ボクシングジムを開いた。マネージャーは、第28代日本スーパーバンタム級王者で、 元同門の中島義兼が務めている。ボクシングスタイルは右のファイター。普段の優しい性格とは裏腹に、孤高のインファイターと呼ばれていた通り、ピーカーブースタイルで相手に突進し、相手のパンチを恐れず、ひたすら前に突っ込んでいき、パワーを生かした破壊力のあるパンチを相手に食らわせ、壮絶な打ち合いを行うという、まさに有望果敢なインファイトを展開した。 このようなファイトスタイルには子供たちに自分が戦う姿を見せて生きる希望、勇気を与えたい。という坂本自身の願いが込められているとされる。得意技は左フックと右クロスカウンターで特に左フックは坂本の最大の武器活大名詞とも言える。必殺技で腰の回転を効かせ相手をなぎ倒すように放つためナタフックとも言われた。 右拳を骨折したことが原因で、左のパンチを徹底的に練習していたために生まれた得意技とされる。その破壊力を証明したのが、リック・吉村戦で、リックは坂本の左フックを食らった右肩が骨折しており、試合後に受けた手術の際、骨のかけらが20から30個出てきたという。攻撃的な戦法とは裏腹に守備力も高いとされ、元々の打たれ、 強さにピーカーアップスタイルで構えるガードを加え、相手のパンチを食らっても芯を外す技術を持ち合わせていた。2000年7月1日、全国の養護施設にいる子どもたちを支援するために心の青空基金を発足。ボクシングセッションを通して子どもたちと直接交流をし、声を聞き気持ちを高め合うことで心の根底にあるであろう思いを吐き出させ、 大人が受け止める、心のケアをしていく活動を行っている。2017年、心の青空基金の活動が評価され、日本財団が設立したアスリートによる社会貢献活動の輪を広げていくことを目的とする、ヒーローズスポーツマンシップ n s h i p for the Future において、ヒーローズ賞を受賞した。ありがとうございます。